皆さんこんにちは作家の本田健ですこの度私の著書「未来を書くことでどんどん夢を実現する」という本が出ました長岡書店さんから今全国で発売されているところですけれども今日この本をなぜ書いたのかって話とこの本のダイジェストについてお話ししたいと思います。まずですねこの本はここに後ろに書いてますけどゼロから作家になって世界デビューを果たした著者が伝える 最高のすごい未来を実現する方ということが書いてありますけど、えー、今年の6月にですねハッピーマネーという本を、えー、この本ですね、えー、出させていただきましたこれ日本語版ですけど今アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダそして日本で発売されていますそれだけじゃなくてですねまあ日本の金の国屋さんでも英語版が発売されているようにオランダとかマレーシアそして中国とか そういうい英語を直接話さないような国でも英語の本屋さんにはハッピーーマネーが全世界的に今配本されているようですなので、まあ、そういうふうにですね自分がゼロから夢を叶えてきたことはどういうふうなテクニックを使ったのか、まあ、そういうことをよく聞かれるもんですからこの本にですねまとめて書かせていただいたわけです。 この本はですねあ普段自分が願望達成に達してどういうことをやってるのかスピリチュアルなことも含めてちょっと書いてるんですけども今日はそのダイジェスト版をお届けしたいいと思いますでは早速ですけどもまずですねこの本には漫画が最初に入ってきてちょっと僕が出てきて恥ずかしいんですけど自分の,そのどういうことをやってきたかってことが10ページほどの漫画になってます。そして第一章はですね 夢を叶える人は未来かからら逆算ししてて行動いいるという話から入りますこれはですね僕は二十歳の頃偉大人大富豪の教えの舞台になったフロリダでですね数々の億万長者に出会ったところに遡りますけどその時にですね成功している人たちがいつも未来の話をしてたんですけどちょっとニュアンスが違って未来の話をしてたんですね。 例えば一般私たちは未来について語る時こういうことができたらなとかこういう来年こういうことができたら最高だよねみたいな形でちょっとなんかファジーなあんまりこう明確になったような感じで未来を語るんじゃないでしょうか成功してる人っていうのはもうあたかもそれが実現したような形で喋るんですねだからちょっと最初は違和感があるベストセラー作家になってこういうことをやろうと思ってるんだってことももうあたかもなってもないし本も書いてないのに えー、ベストセラー作家になったら自分はこういうことやっていくんだってことを恥ずかしげもなく堂々と語ってしまうのを聞いて、あ、この辺が違うんだなということを、えー、すごく、えー、思いました。これはですね、ここの一番最初のところに、えー、一流の人は未来逆算で成功してるってことを書いたんですけど、未来から逆算して、えー、人生を生きてるんですね。で、あの、この本の一番最初のところにも書きましたけど、えー、例えば、えー、日本人の多くは、用意ドンって言われた時に、 えー、まあかけっことか競争の時に、よいどんって言いますよね。その時に、よいって言ったら、位置についてよいって身構えるんですよね。で、どんって言われてからスタ、スタートするのが一般的だと思いますけど、人生のレースにおいては、よいって声が聞こえたら、どんを待ってはいけないんです。なぜかというと、例えば起業するとか、誰かのことが好きになったり、あるいは海外に留学しよう、何か新しいことを勉強しようという時に、よいって声がかかるわけですよね。その時に、どんっていう声は、 誰かがかけてくれるわけじゃないんです。留学しようと思ったら、自分で、その申し込み予償を取りに行かなくちゃいけない。何かアロマのことを勉強しようと思ったら、自分でそういう専門学校に行かなくちゃいけない。誰かのことを好きになったら、自分から告白しに行かなかったら、向こうから必ずしも何か言ってくれるわけじゃない。そういう意味で、人生に対してとっても大事なのは、用意っていうふうなことが聞こえたら、自分でドンって言って走り出さなくちゃいけないんですね。 ほとんどの人たちは、良いって聞こえたらさ、えー、出ようかなと思いながら準備体操を始めたり、まだズボンがちゃんとしてないとかえ、靴がちゃんとしてないとか、お金がないとか、時間がないとか、そんなことを言い訳してる間に、えー、人生が、えー、進んでしまいます。なので、成功している人は、えー、全然違う感覚で生きてるっていうことが、えー、第一章に書いてあります。さてと。 次はですね二章は未来を描くこことととで夢が実現する仕組みということを書っていうのはちょっと聞き慣れないコンセプトかもしれませんけど皆さんにとってみれば未来と現在と過去とっていうのが過去こういうことがあったから今の自分があってそしてその自分が未来に生きていくっていうふうな感じだと思います。えー、例えば、えー、昔賢かったから今、えー、いい大学に行けてでそしていいとこに就職するとか。 え、あるいは、昔、あんまり勉強できなかったから、大した大学に行けなくて、そして、サラリーマンとしても大したことないなとか。まあ、そうやって考えがちなんです。けれども、成功していく人っていうのは、過去がどうであれ、未来で勝負するという考え方をします。この本の中にも書きましたけど、例えば、ホンダ総一郎が、過去から現在に生きてたら、決して、世界のホンダは作れなかったと思います。ビル・ゲイツも、スティーブ・ジョブズも、まあ、ウォルト・ディズニーみたいな人も、 えー、自分がダサい過去、えー、全然いけてない過去が現在を作り、そこから未来を考えたとしたら、多分工場労働者か、えー、つまんないサラリーマンか、えー、なんかどっか罰制、えー、の職場で、えー、人生を終えることになったと思います。彼らは未来こうなってない、たいっていうことをイメージして、そのためにはなればすればいいんだってことから逆算して動いていったんですよね。なので、 もし皆さんが過去にいろんな体験があって、今の人生が今一応うまくいってないということがあったとしても、過去が皆さんを縛るわけじゃありません。どちらかというと、未来こういうことやりたいっていうことさえはっきりしてたら、その未来に引っ張り上げてもらうような、そういったことができるんじゃないかっていうのが、この2章に書いてあります。実際にいろんな人たちを見てみても、人生を劇的に変える力がある人っていうのは、未来を考えて、自分はこういう未来をやりたい。例えば映画監督になりたいとか、えー、作家になりたいとか、あるいは、 自分のお店を出したいとか海外に移住したいとかその夢から逆算してじゃあ何を今からしなくちゃいけないんだってことを考えるこれが未来逆算という考え方ですさあそして第3章はですね手で紙に書くことととで現実が動き出すすいいうここを書いてますこれどういうことかということですけど書くっていうこととの大切さを僕はずっと強調してますなぜかというと多くの人たちが「スマホで十分でしょ」とかって言うんですね。 けれども、ある神経学者に言わせますと、えー、手を動かすときっていうのは、ほとんど、えー、あんまり刺激がありません。だからスマホで、えー、入力しているときっていうのは、大した筋肉も動かないし、目も動かないんですけど、紙に、えー、手で書くと、いろんなところが刺激されます。体全体が刺激されて、えー、その、えーまあ、刺激度っていうのは何千倍にもなるんですね。まあ、そういうことから考えたら、紙に実際に書くっていうことが、どれだけ大事なのか。これは、 皆さんもいろんな人の本を読んだり、実際の偉人の話を聞いたり、あるいは最近でもすごく活躍している人が紙に書いた方がいいですよっていうのを聞いたことがあるんじゃないかと思います。ほとんどの人たちは紙を書く、紙に書くことを、紙に書き出すということを馬鹿にします。そして軽視します。まあ、紙に書かなかったりでもいいんだろうっていうふうにしてるから人生が動き出しません。紙にあなたの夢を書き出すことは人生を動かす最初の一歩です。なので、詳しくは本文をぜひ読んでいただきたいんですけど、 紙に書くこと、あなたがやりたいこと、ワクワクすること、それを書き出すと、いかに自分がピンボケだったのか、いかに本当にまだそのやりたいことが煮詰まってないのかってことが分かってきます。なので皆さんの夢がもうありありとすぐ実現するのが分かるぐらいにワクワクするように紙に書かないとダメだってことを強調したいと思います。さて、4章。 では、どうやって紙に書いたらいいのかって質問が出てくると思うんですけど、第4種まさしく、こうやって書くと未来が実現するということを書いてます。例えば、感情の日記をつけるということを言ってます。ほとんどの人たちは感情的に自分がどういうふうにアップアンダウンがあるか分かっていません。例えば、朝起きた時は気分が良かったとしても昼ぐらいから下がって、夜の時にはもっと下がって、そして仕事が終わったら急にテンションが上がると。 あるいは、朝はすごくなんとなくスロースタートだったんだけど、だん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 アップする。まあそういう形でですね、皆さんの感情っていうのをアップしたりダウンしたりすると思いますけど、皆さんのワクワク感、これがですね、どういう感じでアップするのかダウンするのか、これをぜひ、1日記録をつけていただきたいですし、なぜそれをやるかと言いますと、感情というのは皆さんのガソリンなんです。それを上手に使える人と使えない人では全然違ってきます。皆さんの深いところから湧き上がる感情を使って、 ぜひ人生をクリエイトしていただきたいというふうに思います。でそして具体的な紙の書き方なんですけど、えー、詳細に書く。そして未来あたかももうそれができているような感じで書くということが一つのコツになります。例えば自分がベストセラー作家になりたいというふうに思った時はあたかもベストセラー作家として本を書くということをやってました。今は世界的に活躍している作家として、まあ今そうなりつつあるわけですけども、 まあそういう、えー、本田健として、えー、今は日本語で話してますけど、映画で話すときは、もうグローバルな著者として、えー、そういう雰囲気で話すようにしてます。まあ、そうすると自分も半分錯覚しますけど、周りの人たちはもっと錯覚します。この人はすごく、えー、グローバルに活躍している人なんじゃないかなっていうふうに思ってもらえるので、それがまた皆さんのセルフイメージを引き上げます。なので、えー、詳細に紙に書く、えー、そのやり方、えー、ぜひ、えー、学んでいただきたいと思います。 えーまあ、簡単に言うと皆さんがはっきりそれがもうあたかも自分の,その手元に、えー、もう手に入るぐらいクリアに書くってことがとても大事になってきます。そしていよいよ5章「えー、ありえない最高の未来」こうして実現するってことなんですけどほとんどの人たちは小さな箱で生活してます。 箱の中にいるので、箱の外が見えません。そして箱の中にいるので、えー、四方がですね、全部壁に見えてしまって、自分には出口がないというふうに思ってしまいます、えー。けれどもよく上を見たらですね、全く空いてたりするんですね。ただ必要なのはジャンプ力なんです。えー、自分でジャンプしていくこともできますし、誰かに引っ張り上げてくれる人も、えー、引っ張り上げてもらう必要もある。あるいは忍者方式で、二、えー、人とか三人が、えー、こうやって、えー え、こう、なんか、膝をついて、そしてその背中の上に乗って上がっていくっていう方法もありますよね。まあ、どういう方法であれ、皆さんは箱の中から出ないと、外の世界がどうなっているのかってことも全く想像ができないんです。今、インターネットとか、テレビとかありますけど、それでもまだ皮膚感覚的に、日本以外に70倍の人口がいて、世界の人たちが暮らしているってことも感覚的に理解できないんじゃないでしょうか。今、世界中回ってと思うのは、地図でもですね、例えばイギリスから見たときに、 えー、日本っていうのはファーイーストなんです。一番東の端っこなんです。例えばマレーシアから見たときに、インド、中国、えー、そして、えー、ベトナムとかフィリピンとかタイとか、えー、インドネシアとかそういう、えー、国がですね、たくさんあります。なので、マレーシアから、えー、5、6時間も飛べばですね、だいたい30億人ぐらいの人たちが生活してるわけです。日本は右誰もいません。海です。そして西もですね、シベリアとか、えー、そういうのがあって、北はもう北海道や人が住んでいますよね、ほとんど。 そして南も島。西には中国とかありますけど、それでもですね、文化的に、そして海で隔てられているってことから考えたら、あなたがどれだけ小さな世界にいるのかっていうのを感覚的にすごく理解するのも難しいと思います。同じように日本だとしても、例えばサラリーマンで一つの科だけ、あるいは役所で一つの科だけ、あるいは学校でこの一つの部活動だけやってたら、この世界がどうなっているのかっていうのはほとんど見えません。皆さんの最高の人生は、 小さな箱の外にあります。なので、難しい話なんですけど、小さな箱の中にいる状態からどうやって箱の外の世界を知るのか、見るのか。これがですね、メンターの存在。そして、皆さんが想像している以上にはるかにすごい存在を想像しながら、自分の人生と比べ合わせてほしいんです。私の人生を振り返ってみても、20代の頃から全然変わりました。会計をしょぼしょぼやってた時からですね、 世界的に何かやりたいな。でも、英語を使いたいけど、変えき合ってるうちはですね、まあ、外出系の企業でもクライアントにしない限り、英語なんか使えないな、寂しいなと思ってたことを、今でもはっきり思い出します。えけれども、そこからですね、人生を何回も何回も変えて作家になって今、作家っていうのは基本的に日本語で勝負するわけですけど、今度英語で活躍し始めて、全く違う世界が見えてきました。それは、 え普通の状態から、もし自分がこの箱から出たら何が見えるんだろうもし自分がすごい最高の未来を生きたとしたらどうなるんだろうということをいつも考えてきたから、えー、これが起きたわけです。あなたが、例えばパートナーシップに恵まれてない、お金に恵まれてない、えー、仕事に恵まれてない、えー、そういった状況があるとしても、それは小さな箱にいるからです。もし、本当にワクワクした人生を生きたいなら、ぜひこの箱の外を想像してください。そして箱の外で生きている人たちに会いに行ってください。 彼らは全くあなたと違う感覚を持って生活しています。もっと楽しくてワクワクしてて、お金からも感情からも自由な生き方をしています。そういった人たちと触れ合うことをやっていると、きっと箱の外の世界にですね、楽しいことがいっぱいあるってことが見えてくると思います。それをですね、皆さんにお伝えしたくて、未来を書くことでどんどん夢を実現する。この本を書きました。あなたが本当にやりたいこと、こんなん無理だよな、というような感じのことを 変ええててみてくだささいいそれがああななたのの人生をるる最初のきっかけになると思いますさあどううでしょうこの本の内容を楽ししんででいたただけたでしょうか、えー、この本の本内容をもっと知りたいって方は今本屋さんにちょっと品切れになっているところも多いと思いますけど是非本屋さんに行ってパラパラ立ち読みから始めてください、えー、後ろにですね実は今回初めてなんですけどあなたの人生を変える36の質問ノートというのも付録で付けてますこの小冊子を手に入れるだけでもすごい価値があるんじゃないかなと え、いうふうに思います。そして、こういう YouTube でも、これからですね、こういうテーマでお話していきますので、よかったらチャンネル登録しておいてください。そして、もっと深く勉強したいって方は、東京で12月に1日セミナーをやります。そして、八ヶ岳でも、来年の春ぐらいからまた合宿セミナーをやりますので、この自分で夢をどうやって実現するのか、願望を達成どうしたらいいのか、こういったことに興味がある方は、ぜひ、ベストのタイミングでいらしてください。 こういった動画もこれから英語と日本語でいっぱい撮っていこうと思いますのでまたご覧になってください。というわけであなたの夢がどんどん叶うことをお祈りしてこれを終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また会いましょう。本田健でした。